トス、金崎ムーは札幌、高峰智樹を睨みつけます。高峰も全く動じずに応戦。一触即発の状態となります。直前のボールの奪い合いが騒動の発端となりました。高峰は試合後に、誰であろうとやられたらやり返す、と言葉を残しています。